こんばんは、入山明子です。9月6日水曜日、入山明子のズレズレ日記。今日は入山明子の長く聞いてね YouTube ラジオ風番組の配信日でした。私も岐阜に向かう途中、サービスエリアに車を止めて皆様とチャットご一緒させていただきました。今日はずっと車の運転でしたので、うっかり写真を撮ることを忘れましたので、先日の加山明夫さん、斉藤勲さんとコラボレーションした時の模様をご覧ください。音が聞けないのが残念ですが、とてもいい雰囲気の中で気持ちよく歌わせていただきました。生のギターの音の惚れ惚れするような素晴らしい音色に、嫁に来ないか、そして一泊二日をお届けしました。9月の20日に発売になりますアルバムに、カラオケの方でも一泊二日入っておりますので、ギターバージョンでどうぞお楽しみください。そしていち早く発売前に、9月15日あたりジョイサウンドに一泊二日のギターバージョンが入れていただけるという情報も入ってきました。とても嬉しいニュースです。明日はBS 十二ちゃんの番組の収録です。久しぶりに岐阜にやってきました。明日はトークが中心なので、着物姿ではないので少し気持ちも楽です。さあそれではゆっくりと休んで、明日元気にお会いしたいと思います。それではおやすみなさい。一筋に心を燃やし巡り合う